フェヌグリークの種子フェヌグリークは、ハーブ、香辛料の一種でもある、豆赤の一年草植物。フェヌグリーク属中の代表的な一種。地中海地方原産で、古くから中近東、アフリカ、インドで栽培された。日本には、京方年間に持ち込まれたが、農作物として栽培されることはなかった。英名フェヌグリークは大雑把に言って古いラテン語、フィナムグライカム、 ギリシアのマグサに由来。この古語がやや変化して、現在の種商名ともなっている。日本語ではフェネグリークの名もよく見かける。またスパイス名としてはメッチ、メティなどとも呼ばれ。これはヒンディー語メティ、メティに由来するとされる。中国名はコロハ。こちらは小薬名として日本にも入り、使われた。日本語でコロハをコロワと読む。 枝分かれしながら60センチメートルほどにまで成長し、黄色か白い花を咲かせた後に細長い糖果をつける。種子はメープルシロップ様の香りと若干の苦味を持つ。引いて炒めるとカラメル様の香りが出る。クマリン由来の癖のある香りがすることもある。前奏を牧草とするほか、種子をスパイスとしてカレー粉などに用いたり、また、もやしとしても利用されている。 アフガニスタンでは種子を入れたショラエホルバという甘いカユを作り、イエメンとイスラエルでは種子を水に浸してスフーフという調味料を作る。種子を水に浸してからひいたものを南インドの軽食動作の生地に入れることもある。インドとイランでは苦味のある葉を要塞として利用する。ハワインドではカスーリーメイティイランではシャンバリーデと呼び。 イラン料理のクー,クーイエサブジーやゴルメサブジーに用いる。種子から抽出したエキスは、タバコのフレーバーやモゾーメープルシロップの添加香料などに使われている。ヨーロッパでは、古くから高校病、胃腸障害の薬草として広く利用されていた。漢方では、保人や競争、権威に良いとされている。2011年、動物実験によって、フェノグリークが、 脂肪蓄積抑制や血中コレステロール低下に関与することが報告されている。ありがとうございます。